久しぶりだな。話がある。おう、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いたろ。みたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。退屈させんなよ。恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。怪我なってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。搭乗会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。搭乗会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は搭乗会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よくわかってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の搭乗会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何を？
風間の親父さんや島根、そしてお前の親父さんがいた頃の強い登場会を、もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ、だから俺はその責任を取りに来た。何しよう。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。登場界の運命は
すべてこいつにかかってる。俺は明日関西行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけ格好つけてんじゃねえぞ。搭乗会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くさ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。お前、5年前、誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長、合田隆二。今から会いに行く、近江連合会長、合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前、合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か？いや、搭乗会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は搭乗会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか？一人でな。合田隆二ってやつと察しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ、臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは、搭乗会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが、近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。杯の話、用心してかかった方がいいさ。ああ。
キリュウさん。ん？いや。ああ。